浜田誠一は日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院国家基本政策委員長、自民党国会対策委員長、防衛大臣、防衛庁副長官、防衛政務次官、衆議院予算委員長、安全保障委員長を歴任。衆議院議員を務め、浜港の愛称で全国的に知られていた浜田光一を父に持つ。 アメリカ国防長官、ロバート・ゲイツ、韓国国防部長管理小規と千葉県富津市生まれ、千葉県立木更津高等学校を卒業後、米国ヒルズデールカレッジに留学し、その後先週大学経営学部経営学科を卒業した。大学卒業後は父、浜田光一が親しい関係にあった、渡辺道夫の事務所に就職し、1980年、鈴木善光内閣で、 渡辺が大倉大臣に就任した際は秘書官を務めた。1984年からは父の秘書を務めた。1993年父の引退に伴い、第40回衆議院議員総選挙に旧千葉3区から自由民主党公認で出馬し、初当選。小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された1996年の 第41回衆議院議員総選挙には、千葉12区から出馬し、再選。千葉12区は、中村正三郎元法務大臣の地盤でもあった、ことから、2000年の第42回衆議院議員総選挙では、コスタリカ方式により、中村が千葉12区から出馬し、浜田は比例南関東ブロックで参戦。1998年、小渕内閣で、防衛政務次官に就任。 2003年に発足した第1次小泉第1次改造内閣で石破茂防衛庁長,長官の下で防衛庁副長官を務める。同年の第43回衆議院議員総選挙では再び千葉12区から出馬し民主党の青木愛を3万病超の下げ下した。2005年の第44回衆議院議員総選挙は本来ならば中村が千葉12区、 浜田が比例で出馬するはずだったが、中村は小泉純一郎首相が推進する優勢、民営化法案の採決に、体調不良を理由に欠席したため等からの公認が得られない可能性が高まり、総選挙の直前に不出馬、引退を表明。そのため浜田が千葉12区から出馬し、青木に比例へ復活すら許さず対象した。同年、自民党千葉県連会長に就任。 2008年、麻生内閣で防衛大臣に任命され初入閣。同年10月、日本が侵略国家だったというのは濡れ着ぬだと主張する論文を発表した田穂上都市航空幕僚長を政府見解とは異なる意見であるという理由で更迭した。翌2009年4月5日、北朝鮮によるミサイル発射実験が発生。これに先立ち3月に 北朝鮮が人工衛星と称して長距離弾道ミサイルを発射した場合、我が国の領土の上を飛ぶようなものを打ち上げるのは極めて不愉快だしあってはならない。もしもの場合を考えれば対処するのは当然だと発言し、破壊措置命令を発令する考えを表明した。在任中に海賊対処法を成立させた。 同年8月の第45回衆議院議員総選挙では、千葉12区で6選したが、民主党の中後厚氏に比例復活を許した。翌9月、麻生内閣総辞職により、防衛大臣を退任。2011年10月、谷垣定一総裁のもと、国会対策委員長代理に就任。2012年の自由民主党総裁選挙では、 同じ防衛大臣経験者の石場茂を支持したが、石場は浜田と当選同期の安倍晋三に敗れた。総裁選後、安倍総裁のもと国会対策委員長代理から昇格する形で自由民主党国会対策委員長に就任した。同年12月、自民党幹事長代理に就任。2013年1月31日、無派閥連絡会の初会合に参加した。 その後、衆院選では9戦まで勝ち続けている、海軍作戦部長、ゲイリー・ラフヘッドと、浜田誠一。ありがとうございます。